カントリーキャプテンカントリーキャプテンとは、カレー味をつけた鶏肉に炊き上げた白米を添えて、共するアメリカ合衆国南部でポピュラーな料理である。ニューヨークとフィラデルフィアを経て、アメリカに紹介された料理であり、インドに起源を持つ。アメリカの軍人ジョージ・パットンの好物であったことに、敬意を表して、アメリカ軍のレーションにも含まれている。アメリカ、イギリスのテレビ番組では、ボビーフレー、 アトゥール・コッチャー、サイラス・トディワララの料理人がカントリーキャプテンを調理した。トディワラはエリザベス2世の即位60周年を代々的に祝うダイヤモンド・ジュビリーの祝典でこの料理をエリザベス2世に教した。炒めた鶏肉、玉ねぎ、カレー粉で作る口当たりのいいシチューが基本的なカントリーキャプテンである。アーモンド、ゴールデン・レーズン。 ザンテカラントが通常入れられるほか、トマト、ニンニク、ピーマンが入れられる場合も多い。料理は白米の上に乗せて供され、米を除いた食材は同じ鍋の中で調理される。料理人のマメレイカーンは、カントリーキャプテンについて、アングロイコールインディアン料理から発展した、多国籍料理の一つであると述べた。アメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルトも、 カントリーキャプテンのファンの一人であり、ルーズベルトの元を訪れたジョージ・パットンもこの料理の虜になった。パットンが愛した料理であるカントリーキャプテンは2000年に彼の名誉を称えてアメリカ軍の MRE の品目に追加される。ポール・プルドーム、ポー・ラ・ディーンやエメリル・ラ・ガスセなどの南部の様々な料理人はこの料理のレシピを持っている。また、BBC1 の料理番組、 サタデーキッチンでは通常の鶏肉に白米を添えたカントリーキャプテンがアトゥール・コッチャーによって作られた。料理人のサイラス・トディワラがサタデーキッチンの中で作ったカントリーキャプテンはジャガイモの層の下で肉を焼き上げたものでシェパーズパイにも似ている。2012年のエディザベス2世のダイヤモンド・ジビリーのイベントの一環としてトディワラはハーローのキリシのアバンティースクールで エリザベス2世とエディンバラ公、フィリップのために、この料理を作り上げた。この時の料理には、オークニー諸島の海藻を食べて成長するノース、ロナルド製種の子羊が使われた。カントリーキャプテンは、玉ねぎとカレー粉が使われた、インドの簡素な鶏肉の料理や、飼料の獲物を使うゲーム料理を起源とし、それらの料理は、イギリスの将校の下も楽しませたと考えられている。 一説によれば、香辛料貿易に携わっていた、イギリスの船長がチャールストンに寄港した時に、街の女性から歓迎を受け、感謝の意を示すために、女性たちの下で働く、料理人にチキンカレーの作り方を教えたことが料理の起源であり、カントリーキャプテンは彼にちなんでいると言われている。カントリーキャプテンを伝えた船長はおそらくは、イギリス東インド会社の人間であり、この料理は、 インドのムンバイのコミュニティ内で人気を保ち続けている。料理の名前に含まれるカントリーはイギリスではなくインドに由来を持つものに関されることがある言葉でカントリーキャプテンはインドから来たキャプテンを意味することになる。またキャプテンは食用の温度利を意味するケイポーンという言葉が添加したものだとする説もある。1991年にニューヨークタイムズの コラムニストであるモリー・オニールは1950年代から南部の定番料理となっているカントリーキャプテンといわれる料理の調査を行った。フードライターのセシリー・ブラウンストームの協力によって1857年にフィラデルフィアで出版されたミス・レスリー・エスニューク・クッカリーブックがアメリカで最初にカントリーキャプテンのレシピが載せられた料理本だと判明し当時のレシピでは 上等な大人の鳥が必要とされていた。20世紀初頭にはニューヨークのレストランデルモニコの料理人、アレクサンダー・フィリッピノがすぐりや薄くスライスしたアーモンドを加えたレシピを考案する。セシリー・ブラウンストーンは女一人の保存会と呼ばれるカントリーキャプテンの愛好家で、まがいもののカントリーキャプテンを批判し、多くの料理本でフィリッピノのレシピを紹介した。 ありがとうございます。